こんにちは、琴富士でございます。琴富士と同じ時代を生きた名力士第3回は大関貴ノ浪。今日は貴ノ浪のことをね少々、お話ししたいと思いますけども、第1回目千代の富士、第2回貴闘力と続いて、いろいろリクエストが他の方も多かったんですけども、どうしてもちょっと浪ちゃんのことをね、お話ししたいと思いまして、あえて今日第3回貴ノ浪にいたしました。彼との対戦成績は、私の4勝、浪の5勝、4勝5敗。これも幕内で9回対戦して、ちょっと接戦というかですね、でも年齢も違いますし、かなりね、年下なんですけども、どうしてもその出世が貴ノ浪の場合早かったもんですからね、こういうふうに9回も当たることができたんですけども、貴ノ浪も、今の現高田川親方、秋ちゃんからの紹介で、浪岡ですみたいな感じで紹介を受けたんですけども、もう知る人ぞ知る、もうなんていうか、最強力士の部類に入る貴ノ浪ですね。もう彼が入門した時も双子山親方、今の貴乃花親方、辞められた貴乃花親方のお父さん、双子山親方の秘蔵っ子、青森県三沢出身でですね、スカウトされてきたわけですけども、実際にその3年か4年で、もう十両早くも上がってるんですね、彼の場合は。おーっと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 、出世も早かったんですけども、それで十両上がった時にその双子山親方におかげさまで、十両に上がれましたと、挨拶行った時にバカ野郎って1年遅いって怒られたそうなんですね。すごい力士ですわね。幕内上がってから、僕初め初顔から3連勝ぐらいしたんですけども、当時はですね、身長が僕は191あるんですけども、奈美ちゃんが100、それより高い195とか6、僕より高いんですね。それでもその体重は僕の方がちょっと重たかったんですけどもね、とにかくその上背っていうかね、身長高くて、まだその体に身が入ってないっていうような感じでしたね。なのでちょっと腰が軽いようなね、感じがいたしまして、なんとか初顔合わせから3回ぐらいは勝てたんですけども、やっぱりだんだん毎日稽古をしてますから、だんだんその相撲の取り方、体の使い方っていうのを覚えてきますわね。だんだん腰も下がってきますので、もうその後も勝てないような状態になっていきました。彼との思いはですね、どうしてもその彼遠くを見るような目で思い出すんですけども、全然その出身も違う、年齢も違う、部屋も違うのに、この琴富士なんぞ尊敬してるだとか、目標にしてるだとか、そんなことをその公言してたわけですね。もうあんまりそんな恥ずかしいからちょっと言わんときみたいなことで、こういうふうにその付き合っていたんですけども、実際その彼とも何回もその巡業中稽古したりしたんですけど、ある日その師匠の双子山親方に呼ばれて、浪岡お前なんだ琴富士と付き合ってるのかみたいなことを言われたところに、お前琴富士なんかと付き合うとお前もそういう目で見られるんだよみたいなことをちょっと叱責を
受けたみたいなんですね。でまあそのなんか同じように見られるっていうのもちょっとなんかカチンとくるんですけども、ここでなんとこの名大関貴ノ浪が自分の師匠に対して言った言葉がすごい。親方に自分の友達のことで言われる筋合いはありませんってのたわったもんですから、もう双子屋は、まあ、親方もカンカンに怒って、でまあそれをちょっと伝え聞いた自分がですね、もうすっ飛んでもう奈美ちゃんのところに行って、もう奈美もうほんとそんなこと言うのやめてくれ、もうそんな言わんでくれっつって、もうほんとちょっと泣きながらちょっと頼んだことがありました。でまあ、まあ、なんていうのかな、まあその後々どんどん彼その番付上がっていってですね、どうしてもその相撲が大雑把、まあ、どうしてもこうやって2本こうやってガバーッとこうやってその外からこうやって回しを肩越しから回しを取るんですね。あもう相手に2本刺させて十分みたいな。もうなんともびっくりしちゃうのは、当時大きいその水戸泉関相手にですね、肩越しから水戸関の差し手から肩越しからその上手を取ってもうぶん回して相撲を取ってた、まあ、そういう記憶がございますけども、まあその大関上がってもう何回も横綱上がれるチャンスがあったんですけど、まあ夢かなわず、まあ大関止まり、大関止まりって、まあ、大関まで上がったらもうものすごいことなんですけども、で相撲も少しね、幕内上がってきた時はちょっと甘いっていうような表現が、まあ、適切かどうかは分かりませんけど、そんなような相撲がですね、どうしてもやっぱりその相手に2本刺させるっていうことは、相手も十分、まあ、本人も十分なんだろうけども、まあ、そこでその相撲の巧拙、下手さうまさとかが出てくるわけで、やっぱりうちの、琴錦とかはもうやっぱり2本入れてクイッ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 クイってその体を揺らすのとかね得意なもんで、まあどうも見てるとそういうようなその中に入られるっていうのが前提で相撲を取ってますんで、なかなかその成績がね安定しないっていうのもあったんで、でまあ僕はもうどんどん衰えていって、もう当たらないような位置の時にちょっと奈美ちゃんに言った時があるんですね。もう大関です、もう協会の大関って言えばもう看板です、でもその横綱になってもその注目度はもう横綱大関っても変わらないんだから、もうぜひその横綱に上がってくださいって、でまあちょっと顔じゃないけども一つだけいいですかっつって、大関2本こういうふうにその引っ張り込むような相撲じゃなくて、もう体大きいですからちょっと1本刺してで相手をこうやって引きつけてね、胸合わすような相撲を取ったらいかがですかみたいな、いや藤関すいませんって、そういう相撲は自分は取れませんっつって、でまあその時はああそうっつって別れたんですけど、まあ後々ちょっと人づてに聞いたら、彼はその大相撲史上最強力士を目指してた。でなぜその史上最強力士を目指してた、そういうような相撲を取らずに肩越しからその2本、まあその相手に好きなように取らせて、それを力でねじ伏せて勝つ、もう雷電為右衛門さんでさえ、成し得なかった、そういうような大きい相撲で、これでもうその横綱になって、勝てばもう自分が大相撲史上最強の力士でしょ、そういうようなことを
考えてずっと相撲を取ってたみたいなんですけども、まあなかなかちょっとそういうようなことは難しいと思うんですけども、まあでもそれはもう彼のその生き方、生き方なんで、それ以上ね、言うこともありませんし、でまああと何ですか、一つだけ、まあ、僕は引退してその大関になった時にもうあの着物、まああのタッパもあんまり変わんないんですけども、ちょっと大きめに作った大島の着物あったんですよね。で大関はあの俺のお風呂でよかったら、あの申し訳ないけど着物もらってくれと、で大島の着物をプレゼントしたんですけども、まあ、それ大関あのとても気に入ってくれて、あの引退するまでね、結構事あるごとに、結構それを着てくれて、なんか「お大関着てくれてんだね、ありがとう」っつって、そしたら「ありがとうございます」って、たんびにそういうようなお話がございまして、まあ引退して親方になってですね、まあ同じ部屋の貴乃花親方、で第2回に出た力ちゃん、貴乃花親方がいわゆるその貴乃花の乱、理事選出馬の時には、まあ力ちゃんが執行本部長、奈美ちゃんが特攻隊長みたいな役割でね、一生懸命頑張って、まあ、これからね、教会のために一生懸命やってくれるんじゃないかなっていうところでね、志半ばで、私より早く天国へ召されたっていうことはやっぱりとても悲しかったですね。まあ奈美ちゃんとの話はつきませんけど、まあ今日はここら辺で失礼いたします。どうもありがとうございました。